はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。さあ今年もやってきました、新しい仮面ライダーの新しい変身アイテム。毎年恒例の変身ベルトに先駆けて出てきたやつ、こちら新番組仮面ライダーリバイスの変身アイテム、デラックスメガロドンバイスタンプ。今回の変身アイテムはバイスタンプって名前なんだね。とりあえずこちら完全に初めてのアイテムを見ていきましょう。そんなわけでまずは箱の方、正面にデカデカとメガロドンバイスタンプが書いてあって、これは実寸大だったりするのかな。メガロドンゲノムに変身。今回は何々フォームじゃなくて何々ゲノムなのかな。で、後ろの方には仮面ライダーリバイとバイス。スーパーヒーロー戦記の後半にも出てきたやつだけど、なんというかすごい破壊者って感じがしますね。多分このスタンプ1個でリバイとバイス2人が変身できるんだよね。で、仮面ライダー生誕50周年のロゴと光るなる。今回のアイテムは単独で光るしになります。で、これ正面から見ると箱がまあまあでかそうに見えるんだけど、この辺は毎年恒例前ベロ状態になっています。だから実際の箱の大きさはこれ。多分バイスタンプが横向きに入ってるんだろうね。で、箱の横の方には単体の遊び方かな、ボタンを押すと音声が鳴って発光する。で、逆側の方にはバイスタンプをベルトに押印。で、これがリバイスの通常フォーム。ほんで箱の裏、この辺できるのはだいたい1ヶ月後ですね。ベルトに押印してベルトにセットして傾けたりいろいろできる。で、さらに必殺技だったりリミックス変身。リミックス変身はあれだね、多分組体操みたいなやつ。まあこの辺もベルトが届くのがすごい楽しみですね。ほんじゃこちら中身を見ていきましょう。メガロドン、ドンドドン。あ、プチプチにくるまれてるタイプ。よし、それじゃあこちら初のバイスタンプを見ていきましょう。というわけでこちらがデラックスメガロドンバイスタンプ。まあまあいい感じのサイズ感ですね。近年出てきた変身アイテムの中では結構大きめなような気がする。せっかくなんで歴代令和ライダーのアイテムと並べてみよう。プログライズキーとワンダーライドブックみたいな感じで、こう薄っぺらいというか厚みがあんまりないものが今のところ続いていたんだけど、バイスタンプに関してはめちゃくちゃ厚みがあります。高さも圧倒的ですね。プログライズキーを立ててもどっこいどっこいの大きさ。あと何よりここの正面部分の立体体感がすごいですね。こっちもこっちでプリントだったりシールはかっこいいんだけど、平面平面からの立体ですからかなり様変わりしたわ。大きさとか存在感があるのはいいんだけど、僕のこれの初見の感想はね、かさばりそうでした。毎年こういう変身アイテムはいろいろ出てくるからね、集めていく上でやっぱりついて回るのが収納面なんだけど、収納のことを考えるとだいぶわがままボディをしていますね。またなんか100均とかでちょうどいいケースを見つけないとな。さあそんなわけででかさが分かったところで外観ちょっと馴染んじゃうから背景変えたけど、上の方がホワイトの光沢でなんか大理石のようなマーブル模様が入ってますね。後ろ半分の方もそうなんだけど、大理石っぽさがなんか高級感あっていいな。で、さらにてっぺんのところにはボタンがついています。で、なんか左の方にだけ滑り止めっぽいものがありますね。こう握った時にちょうど親指が来る位置かな。そして正面部分にはメタリックグリーンの塗装でメガロドン。リバイスの変身アイテムのモチーフは最強生物らしいですね。このメタリックグリーンの塗装なんかもすごいし、やっぱり立体感がいいね。サメ特有のボディが楕円っぽいところとかがこの曲線で表現されてるし、かと思ったらエッジも立っていて鋭さなんかも出してる。割とダイレクトにサメというかメガロドンの感じがいいね。で、さらに後ろの方がピンクというかマゼンタかな、マゼンタっぽいようなクリアパーツになっていて、ここ見えるかな、縦ラインがたくさん入ってるし、このメガロドンの隙間のところにもなんか見えるんですけど、多分これは仮面ライダーディケイドの顔が書いてあるんですよ。そう、この変身後の2人の姿はちょっとディケイドが混じってるんですよね。さっきモチーフが最強生物とは言ったんだけど、最強生物と歴代仮面ライダーとのミックスなんじゃないかな。数年前にジオーでレジェンドが絡むやつはもうやっただろうっていう思う人もいるだろうけど、一応今回は50周年記念作品でありますからね。で、さらにあくまでデザインとして入ってるっていう感じで、能力とか名前に関しては多分元のライダーの要素は入っていないはず。組体操の方もあれあくまでリバイスの技っぽいから、特にファイナルフォームライドとかも関係ないんじゃないかな。まあ、結構短めのスパンでまたレジェンドの姿が入るっていうのはそうなんだけど、フォーマットというかデザインの方は今までと全然違いますからね。ディケイドは他のライダーにそのまま変身ができて、ジオーでは他のライダーの特徴だったり能力が備わったアーマーを装備する。で、今回が最強生物と仮面ライダーのミックスだからね、やってることは似てるようで全然違うんじゃないかなと僕は思います。さあそして本体の方に戻って、速攻の方にはスタンプ。この正面の立体的な形と似たような感じのメガロドンが描かれています。立体とフラットデザインを兼ね備えているんですね。で、これはまあ今変身ベルトがないからできないんだけど、これをベルトにポンと押すとこれと同じマークが浮かんできます。この黒い模様のところが多分磁石になってるんですよ。ちょっと小さい磁石くっつくかな、あ、くっつくね。
こんな感じで多分磁力はそんなに強くはないんだけど、この磁石部分をベルトにポンと押印することで、ここですね、変身ベルトの四角い部分に模様が浮き出るという、仕組み的には多分中に砂鉄が入ってるお絵かきボード的なやつ、あれと同じ仕組みっぽいんですよね。アイテムと連動させて、例えば液晶に何かを表示させるってなったら、事前にベルトにこの模様が表示される、なんかプログラム的なものを仕込んどかなきゃいけないんだけど、お絵かきボード的な感じだったら事前に用意しておくものがないからね、今後何が出ても模様的には対応できるっていう強みがあると思います。あとスタンプのところを押し込むとグッとなんかバネになっていますね。さあ、というわけでじっくりバイスタンプを見たところで、こちら音声を聞いていきましょう。ちなみにスピーカーはこことここの両側、とりあえずまああれでいいか。絶版だ、久々に言ったな、絶縁シートを絶版だ。とりあえず引っこ抜いても何も音は鳴りませんね。で、これがリセットボタンかと思いきや、なんかの受信部と送信部らしいね。テレビリモコンの先端についてるあれっぽい感じかな。ほんじゃ音声の方聞いていきましょう。まずはここの上のボタンを押すのかな。メガロドンという音声とともに、ここのところが結構強めに発光。ちょっと暗めにしてもう一回見てみようか。光り方がいいね。長押しすると変わったりする？あ、変わんないわ。じゃあ起動音は以上で、お次はこっちのスタンプの方をグッと押す。おお。多分ここの音さえ共通なんじゃないかな。ピロピロンというシステム音声的な感じの押印の音。とりあえず多分ベルトなしで遊べるのはこんぐらいかな。って思ったんだけど、ちょっと別の音声を鳴らす方法を一個発見しました。さっきスタンプの音声を聞くときに、ここのところをグッと押し込んだんですけど、押し込むところ結構浅めにすると、というカモンメガロドンという大気音声が流れます。多分ここを押し込む浅さみたいなもんで検知してるんだろうね。で、これ以降の音声が僕が試してみた感じだとちょっと鳴らなかったんで、多分ここの後ろの送受信の部分がベルトと連動してるんだろうね。まあなので、おそらくここから先はベルトがないと聞けないと思います。はい、というわけで今回は初の仮面ライダーリバイスの変身アイテム、デラックスメガロドンバイスタンプの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。収納に困りそうとは言ったけど、サイズ感的になかなか満足感があるし、デザインの方も立体と平面を兼ね備えてる感じがすごく良かった。ギミック的にも上のところを押したり、ここのスタンプのところを押したり、この辺で光るナルが発動する感じも楽しかったね。発光の方も強めだったし、音声の方も普通に大きめで良かった。ちなみにパッケージのバイスタンプはほとんど実寸大かな。で、リバイスドライバーに関しては僕はAmazon で売ってる限定版、武器アイテムと同梱版で、なんか箱の方がすごいアニバーサリーな感じになってるやつを買う予定です。まあ多分 Amazon のことだから発売日に送ってくれるわけがないんで、おそらく発売日から1日2日後になると思いますけど、よろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。